響き龍さん、この度はご冥福をお祈りいたします。本当にあなたに代わってあげたいのなら本当に代わってあげたい。本当にまだ若い28歳なのに、本当にこれからも横綱としてこれからもどんどん、非常にいい相撲をこれからも続けられたと思うのに、なぜ28歳の若さであなたは亡くなったんでしょうか。28歳なのにこれからじゃないですか。響き龍さん、本当にあなたに代わってあげられたいなら本当に私はあなたに代わりたい。もう本当にもう年齢としては私の息子とそれぐらいの年齢ぐらいの年齢差なのに、いやーもったいない。なぜあなたは28歳の若さで命を落としたんだ。しかも相撲の試合その直後その後になぜ土俵から落ちて亡くなってしまったんだ。本当に変わってあげたい。変わってあげられたな。惜しい。なぜこの28歳という若さにあなたは亡くなってしまったんだ。あまりにもご無体じゃないか。変わってあげたいよ、あなたに。私の命とあなたの命ね、これからあなたの未来があるじゃないか。血の生ゴミのように腐った命をあなたと私の命を交換したい、そんな気持ちだ。今の正直な私の気持ちだ。私は生きていてもしょうがない、生ゴミだ、生ゴミ同然の男だ。本当にあなたのその若い命、そして私のこの年を取った命、できれば交換したかった。あまりにも悔しい。若い命でどうしてそんなに言ってしまったんだ。あなたは、私なんか56年生きたって無意味な人間なんです。わかりますか。私はあなたに代わってあなたの人生と私の人生を入れ替えたいぐらいだ。実に惜しい。私は56年生きたって何も残せていないんだ、今の現実に。本当に惜しい。まだまだこれからの将来があるのに、私のようなこんなゴミのような体で生ゴミのような人間の立場と、あなたのようにスポーツ界のアスリートにバリバリ頑張って現役で頑張っているのに、惜しい。ありがとうございました。